ついに私帽子を買ってしまいました。まあ、日差し強いっていうのもあるんですけど、やっぱりあの中南米をね旅する上で、このねハットっていうんですか、帽子、ソンブレ、ソンブロ、ちょっとねかぶってみたかったんですよ。暑い場所も行くと思うんで、通気性とかあのいろんなことか形とかね、いろいろ迷った挙句あの形はかっこいい自然素材麦わら帽子みたいの買いました。で値段よく分かんなかったんですけど、あのだいたい相場が100から300とか、あの250とかそこら辺ですけど、これいくらだろうってあんまり値段確認しないで決めて聞いたら50でしたね。300円ですよこれ。素材もエコだし、形はねちょっとカウボーイみたいですね。気に入りましたよ。さあ、サンミゲルデアジェンデの街を一望できる展望台に登りたいと思います。なんかね、坂道も味があるんですよね。坂もさほど苦にならないというね。ちょっと、街角を曲がるとまた綺麗な街並みがあるという、もうその連続なんですよ、サンミゲルデアジェンデは。だからもうとにかく街歩きが楽しいですね。いや、いいね、坂の街っていうのもいいですね。こんなに坂の街が素敵だなと思うのもないな。タイミング、いや本当ね、幸運というかびっくりだよねこれ。いやー、これいつもいないですからね。たまたま通らない道を通って帰ろうとしてたら出会っちゃいましたね、巨人族に。これすごいね。おー、やば、巨人族が、あ、行っちゃったどこ行くんだろういや、街の中心からはどんどん外れてってますけどね。どこ行くんだろう
な。全てが絵になる。ある場所一箇所とかじゃないんですよ。全てが絵になる、そういう街ですね。こうヨーロッパの豪華な作りとかではなくて、なんとも味のある植物とかカラフルな色合いとか坂道とか、もう全てが素晴らしい。感動以外ないです。日常がね、スペシャル。アメリカ人が対のね、住まいに選ぶ理由が分かりました。乾杯です。